ラジオ第56話コピティウス復活。皆様こんばんは、コピティウスです。まずはじめに、現在の日時2月25日日曜日、もう2月も終わりですね。時刻は夜の8時でございます。はい、前回私コピティウスのデーの水をいたしまして、大変失礼いたしました。第55回ですね。前回タイトルにもなっちゃってる、コピティウス泥酔っていうタイトルです本当にね、それでお休みしまして、 MC の方初めて、共同主催の川島さんが MC をするという奇跡の回となってしまいました。ゾロ目回。でもさみんな聞いた？川島さんの回。いや聞いてるよね、だってさ再生回数さ普段よりさ回ってるからね。どんぐりのセーブクラブだけどねって言ってるけど、まあ、そうなんだけども、だけど普段さ毎週喋ってる身からしたらよ、まあ大体最近なんだかねちょっと寂しいもんで20回30回そこらなんですよ。今何回行ってるんですか？その倍ぐらい行ってますよね多分ね。もうそう、私がね見た時はね50回は超えてたのよ。今ねなんと65回です。おおちょっとうーんっていう顔してますよ今隣で。ちょっと嬉しそうねえ。どうでした？川島さんの MC は私も聞きましたよ。聞きました。もうねちゃんと喋られてらっしゃって本当にいやどうしようとか言いつつね、まあ、聞いてくれた方は分かると思うんですけど、言いつつさめちゃめちゃ楽しそうに喋るじゃんと思ってでちょっとサポメンみたいな感じで銃の男落合さんもいて近くに、それもなんかさなんかずっちいなっていうずっちいなって感じ。私それを、ね、言ったの川島さんに、なんか落合さん隣にいていいなみたいな、ったらいや俺いつも隣いるじゃんみたいな言われていや優しさが違うしって言ったら黙ってた自覚はあるらしい確かに優しさはちょっと大差あるわって思ったのか、ね、本当にすごい優しい相槌だったねいろいろね、こうで落合さんもちょっと喋るしね、それもなんかいいなっていう、まあ、別にゲストとして招いたわけじゃなくて、そう川島さんに寄り添って話をしてるっていう感じなんだけど、そうね、もうだから羨ましかったねマジで。初めて MC したわけじゃん、長尺をね。なのにやっぱりさ、まあ普段からそういうお仕事してて隣でその演者さんのねトークを見てるからっていうのもあるんだけど、ちゃんと喋れてるのが本当になんか腹立つわと思っていやバカにしてないよ、逆よ逆、羨ましいなって思っちゃったの。そうっていうことがありました前回めっちゃ褒めてるじゃん普段もっと褒めろよって言われたんだけど今。そう、いや本当になんかね、しかも内容もね、その川島とは何ぞやみたいなことが分かるんですよ聞くとね。私もなんか、まあ、知ってはいたもののこう改めて呪文って聞くとすごい、あなんかこういう人生でを通して川島さんが出来上がっているんだなっていうのが
もう改めて分かっていい回だったなって思いましたよ。うん、だろう、だってゲームしながら言ってますよ、また隣で。はい、あ、はい、あの後でメールも紹介させていただきますが、後ほどね読ませていただきます。でまあちょっとね、前回その放送の中で川島さんがね読んじゃってましたけども、脚本あの台本に書いてあるからさっつってね、先日バレンタインデーがねありましたね、14、まあ、バレンタイン毎年あのなんやかんや渡してるんですけど、今年も大体でもそうね、毎年クッキーですね。うん、それなんでかっていうと、そう、川島さんはあのチョコチャンククッキー、チョコチップチャンククッキーみたいな名前だよね、あれね、あのスタバに売ってる大きいチョコチップが入ったクッキーがあるんですけど、あれが大好きなんだって。でそれをリクエストされるから毎年クッキーになるっていうね、必然的に。で今年も作ったわけですよ。でお渡ししたんですけど、めちゃくちゃ甘いクッキーができちゃって1回目、そう1回目っていうことで、その2回目ちょっとリベンジと思ってもう1回焼いたわけよ。めちゃくちゃ甘かったから、それはもうね、私もね味見してね、あって思って、ちょっと砂糖を入れすぎたなこれはってなったから、リベンジとしてもう一回焼いたんです。でその前回のあのこれもねラジオでも言ってますけど、それ2回目焼いたのが16日だったのはずだったの、本当は16日に焼いて、その日にあの川島さんにリベンジクッキーですって渡す、プラス10の男落合さんにもあげる予定だったのなんだけど、ちょっと体調悪くてあげれなくて、結局落合さんにはあげれておらず、その2回目のクッキーはね、その後焼いたんですよ、焼いたんですけど、あんま美味しくなくていやこれも違うな、ちょっと今度は砂糖少なすぎた、うん、甘くなかったね。だからもうリベンジのリベンジとして、昨日ね3度目の正直、もう一回クッキー焼いて、どうでしたか？美味しかった、美味しかった、いただきました。そう、美味しくできたんですよ、とうとう。そこだから、あのこれはもう落合さんに渡しても、もうなんかなんだろうね、お世辞でやっぱ優しいから、あのお世辞で美味しいじゃない美味しいもらえるだろうと思って、落合さんに連絡したんですけど、お仕事で今日はごめんなさいということで渡せず今に至るっていうね。これ聞いてるとさ、落合さんが本命みたいな感じだね、なんかねあれ味見台みたいなね、味見する人みたいになっちゃってる、違うけどそうそんなバレンタインでしたね今年は。皆さんどんな感じでしたかね。久々にだから、あの結構ね毎年ねバレンタインの特設会場みたいなの行ってたんだけど、今年ちょっと忙しい、いろいろやることあって行けなかったので、まあ、それもあって3回焼いたってことにしときましょう、うん、バレンタインを堪能しました。次、さらにこれもそうね、川島さんが話してましたが、そうなんですよ、前回私がお休みしちゃった回、ゾロ目回、こちらその前々回の54回の放送の最後の方で、次ゾロ目じゃん、なんかやりたいなって私が言ったの、私発信って言って、でなんか企画しなきゃみたいな言ってって、で考えたわけよ、そう考えたんだけど、まあつまんねえと言ってましたね前回の放送でやろうと思いながらも、そう簡単に言えばそうなんです、そう、まあ、いろいろ紆余曲折あったけども、でもさ3つ出したんだよ、あんそれ、まあ、普通だって言われたらもう普通で終わりなんだけどでも悲しかったわけよ、うん、だから泥酔したんだね本当によくない
してたね、ちゃんと説明してましたね。だから酔っ払っちゃったのかなとかもね言ってましたね、うん、その通りよその通りか分かんないけど、疲れてたっていうのももちろんあるからね。ちょっとねお酒弱くなっちゃったな、なんか。そうで、それでいろいろダメ出し受けて、あのその中、その3つの中でまあマシかなみたいなのがコピティウスダイエット計画っていうね案なんですけど、これはどういう案かっていうと、その私がまあダイエットするするって言って、するする詐欺、やるやる詐欺してますよっていう、でこれをねこう企画としてちゃんと測定して、で99回目に目標達成なるかみたいなもう考えたわけ。長くないみたいな、ダメだし99回ってね、1年かけてやるのみたいな。お茶屋さんも言ってた、そうね言ってましたね。で私はそのちゃんと伝わってなかったんだけど、ちゃんとその企画出した時にその毎回ゾロ目の回で測定するっていうのも前提としてあったんだけど、それは伝わってなかったっぽい。でそれをあの毎回やればみたいな川島さんに言われて、あ、そう、それもそう思ってたんですって言ったのよ。そう、そう書いてなかったからって言われたなので、ギリギリ合格ではないが合格はもらってないが、この企画をねちょっと今回そう測定をさせていただこうと思います。なのでちょっと分かりやすく、まあ、体重でいいかな、うん、本当はあのウエストとか測りたいけどね、うん、ウエストはまあちょっと時間かかっちゃうから測るの、あのまあ後で測るけど、ちょっと今乗りますね体重計に。はい、よいしょ。あの言っときますけど、今夜の8時で3食食べてますからね今日、うん、あ、そう、あ、大丈夫だった、体重乗りました、体重ちょっとやばいかもしれない発表します。私の今の体重 54.65 ちょっとちょっと、こ、え、あれ、え、マジで、え、正月太りより太ってるわ。ダンベル持って乗ったんじゃないんだって、こら、どこがだよ、持ってないよ。ちょっと待って、だって服着てるから、服服の服マイナス 500g ぐらいしていい？ダメか、この服をじゃあ毎回着ればいいんだ。ちょっとびっくり、引いちゃったでね、あの一応目標があるのよ。目標はあの40キロ台になるだったんだけど、あの筋肉のが重いって言うじゃんね。そうなのよ、筋肉って脂肪より重くって、その体積、同じ体積をこう見た時にね、脂肪の3分の1なんだって筋肉は。だから逆を言うと、あの同じ重量でも脂肪は3倍の量あるらしく、だから私はその見た目重視がいいなと思って、じゃあなんで体重計乗ったんだよっていう話になっちゃうんだけど、まあちょっとね、それを踏まえた上で言ってもちょっと太りすぎだから今、あの自分の中でね、うん、別に標準体重とかはあの考えてませんけど今、いやーせめて51キロにはしたい、一番ベストなので今まで生きてきた中で。49って言ってる横で、そんなことできるかな、筋肉も増やしつつ。まあまあまあ目標なんで、これを何回までに達成するかよね。99でいいのこれは、これはいいんだはい、じゃあ1年かけて49キロになると。で、毎回ゾロ目の回に私は体重計に乗る
ということを今後やっていきたいと思いますので、皆さん温かい目で見守っててください。はい、あ、66回の目標を決めとく。そうね、53キロにはしたい。3、え、なんで1キロ、うん、少すぎかな。じゃあ52キロ。50、そうね、52、51、自分の調子いい時は51、52ぐらいなんだよね。だから、まあ、そうだね、調子いい時に戻すという意味で。あー、66、そうか、狂っても濃い。じゃあもう66で49じゃん、49キロじゃん、そんな。怖いんだけど横にいる人。そんな、まあ目標だからね。そうだから、うん、毎回目標49でゾロ目ごとに達成できてる。あ、49には絶対達成しなきゃいけない。はい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 、毎回測定もゾロ目にしかしないけど、49キロは99回、まあ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 、ごしゃごしゃ。毎回49キロが目標で、毎回49キロが目標で、うん、やるのは99回まで。あ、やっていいのは99回までだよと、はい、ということになりました。50キロ、50キロ切ったことなんて、あったか？ないぞ。ないな。え？毎回罰ゲーム？切んなかったら？こう、毎回あんのか。99回であるんじゃないのか。なんでそんな厳しいの？罰ゲームね、わかった。ちょっとなんだろう、やだな、自分で考えの罰ゲーム、自分の。あ、柏さんが考えるって、それも怖いけど、はい、罰ゲームありで、本気で頑張ります。なのでこれを機にですね、ダイエットやるやる詐欺してるというあなた、一緒に頑張りましょう。うん、まあ、その目標体重は自分で決めてもらって99回をね、最終目標の回として一緒にちょっとやっていきましょう、ちょっとずつ。はい、そんな感じでございます。では、番組の説明参ります。この番組は東京電撃をやってる劇団寝れない部屋がお送りする DIY 型ラジオ番組です。今喋ってるのが寝れない部屋で共同主催をしているコピティウスと申します。共同ということでもう一人川島さんという主催がいますが、この番組は私の一人喋りでお送りしています。前回は川島さんの一人喋りでした、はい、なお設定上は昭和感あふれるアパートの室からお送りしています。ここもさ、もう毎回なんかもっと掘ってほしいんだけどなみたいな言ってましたね。いや、むずいむずいし、そうでもなんかその前回言ってた中で、次の公演の狂っても来いでちょっと昭和感出したらみたいな話してたじゃないですか。なんかね、それも今までそんな喋ってなかったから、もう確かにと思ってって聞いてましたよ。そう、そうなんです。なので、今回も昭和感あふれるアパートの室からお送りしております。私たちよろしくお願いします。今日は隙間風がね、カタカタと窓を揺らしというお部屋でやっております。これ昭和感溢れてる。あー、 OK もらったわ、よかった。とここでメール紹介していいんですか。紹介させていただきますね。そう、先ほどメール届いてるんですけどって言った川島さん、すごいな、2通も来ている。2通だけかい。2つだけかい。もっと送っていいんだよみんな。はい、読ませていただきます。愛知県こげまるさん、コビテウスさん、こんばんは。こんばんは。二日酔いは大丈夫でしたか。
55回川島さんの一人喋りは激レア回になりましたね。今まで歩まれてこられた川島さんの人生を知ることができたのもコピティウスさんの泥酔のおかげですね。わら。そうですね。意外にも川島さんの声が落ち着きがあって聞きやすくて心地よかったです。そして川島さんの話に優しい声で相槌したり笑ったり、銃の男落合さん、川島さんを優しく見守っている感じがしました。そしてそして川島さんとコピティウスさんとの出会いも分かり、縦の糸は川島さん、横の糸はコピティウスさん、あーだと思いました。偶然ではなく必然的に出会ってご結婚までされて、本当に運命ってこういうことなんだなと思いました。素敵なご夫婦ですね。ハート。プロポーズの時のことも聞きたかったです、という素敵なお便り、ありがとうって言ってます。いやね、ほんとね、あの声ね、川島さんのいい声ですよって思いました。あの低くてね、心地よい、わかります。吐きそうな声、どういうこと？あ、テンションね。めっちゃあの酔っ払ってたってね言ってたしね、うわーみたいな感じで話してた、本人はね話してたらしいよ。そう、でもこういう風に伝わってていいじゃないですかね。えプラスですね、プラスになってますね。そう、縦の糸は川島さんですよ。よー、この糸はコピティウスだって。素敵なメール。こんな風に言ってくれたのはこぎまるさん、あなただけ。今のところ。そういう話もしてましたね。確かに、あの後半で、初めてこう出会ったきっかけになった企画の話とかしてたし、そうだからもうね、過去から現在に至るまでの川島さんのことを知れる回ということで、ぜひ。聞いてない人は多分これ聞いてないと思うんだ。聞いてる人しか聞いてないと思うんだけど、何回も聞いてってね言ってたから。あ、最後にそう書いてくれてるプロポーズの話はですね、つまんないからしないそうです。はい、まあそんななんか劇的な感じではないので、うん、ということでありがとうございます。メール、次、神奈川県、ラジオネーム国境の長いトンネルを抜けると乃木坂さん、いつも移動中のお供としてお世話になっております。前回の川島さんの放送中のトークにて、指摘するのが得意というお話がありました。作家さんはより良い作品を目指すためにどのような点に気をつけて作品を見ているのでしょうか、ぜひ教えていただきたいです。ちょっとお久しぶりじゃないですか、この方メールくれるの。なんだ、いつも聞いて、やだなんだ、ちょっといつもください、メール。聞いてくださってありがとうございます、移動中に。そう、川島さん指摘するのが得意なんだよねって言ってましたね。どういう点に気をつけて作品見てるんですかって。知らんだって。じゃあなんなマジで。私あれお芝居をってこと？そんなもうめちゃくちゃ見てるよ。なんだろうね、真面目な話しちゃうとお客さんが見て不自然にならないかどうかみたいなことですよ。やっぱり見るのはお客さんだから、お客さん目線で客観的に、やっぱり自分が作るってなってると、こうなんだろうね、集中しちゃうっていうか、そのどうしても自分がやりたいようにやっちゃうけど、見るのはお客さんだから、そこを忘れないようにやってますね。はい、ちょっと私の回答になっちゃったけど。いいんですかね。あー、川島さんは自分だったらこうするのになとか、そういう風に見てるらしいです。なるほどね。
こういう答えです。大丈夫かな。揚げ足取りな性格なんですよ。あ、でもだからやっていけてるっていうのもありますよね。そうじゃないと逆にできないよね。嫌われ者勝手出てると。苦労する仕事だね。ねえ、そんな誰もがやりたいことではない。だけども、だけどすごいお仕事ですよ、うん、酔っ払ってる時に言った川島さんは、これはね、酔っ払った時に言った発言だから、酔っ払ってる時じゃないと答えたくないっていう。すごくマイペースな自己中な。そうね、酔ってる時は喋りたくなっちゃうからね。うん、そうだよね。そう、そうなのよ。そうだ、年始を思い出したわ。川島さんはうちの実家でめちゃくちゃ酔っ払って一人でずっと喋ってた。そうだ、だから本来はね、どうなんだろうね、その酔っ払うと素が出るって言うじゃん。だから本来はもしかしたらおしゃべりなのかもよ、川島さんも。うん、そうなのかもしれない。はい、ありがとうございます、メールん、なんか今日さ、ゲームの音大きくない？だからね、私もね、ちょっと負けずとね、強気な口調で戦ってるからさ、今ゲーム、ファイナルファンタジーやってるんですけど、セブンのリメイクをまたもう一回やってるっていう話前々回してたけど、それを続けてやってて、めちゃくちゃ今ボスみたいなのと戦っているから、私はその戦いに負けないように喋っちゃってた、自然とね。はい、ありがとうございました、メール。ということで今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。では本日の1曲目に参りましょう。寝れない部屋で脱衣。ついでした。寝れない部屋のラジオ、この番組は以上スポンサーゼロでお送りします。寝れない部屋のラジオ、寝れない部屋のラジオ、寝れない部屋共同主催のコピティウスがお送りしています。前回の時はまあ酔っ払ったよ。酔っ払ったな。焼き鳥屋さんでね、飲んでたんですよ、川島さんと。でその時に、まあ、その川島さんが MC の回でも話してるけど、オードリーさんのね、オールナイトニッポン、東京ドームでやってるイベントをね、生配信を見て、見ながら酒を交わし、それもあって酔っ払ったね。なんかその後ゲームセンターに行ったんだって。あんまりおぼろげなんだけど、その時の記憶で、その時に取ってほしいって私が言って、100円玉をね10枚渡してきたって。
全然覚えてなくて、マジで怖いよね。みんな気をつけてください、はい、でそう、それがね2月18日ですよ。18日の出来事で、その前の日なんとオードリーさんのいたね、18日の前日17日、私東京ドーム行ってたんですよ。あのジュジュさんのコンサートでいたんですよ、そこに。でもそれもあってさ、めっちゃ感動して、なんか、え、だって昨日あんなステージだったのに、え、今日もうこんな全然違う場所みたいになってんのみたいな。なんかね、川島さんが言ってたんだけど、すごい搬出搬入がめちゃくちゃ早いらしい。もう、まあ、終わった瞬間、もちろんね次の日だからね、あの準備しなきゃいけないっていうのあるんだけども、すごいスピードでステージがね変わっていくらしく、もうそれにも感動して酒が進んじゃったよね。うん人間ってすげえなって思って。そうで、なんであの17日ジュジュのコンサート行ったかっていうと、まあもともとね私好きなんですよ。で今まで結構行ってたんですけど、最近行けてなくて、まあもろもろあって、その曲とかもね追いかけたりとかできてなくて、まあ言ってしまえばちょっとなんだろうな、推しだったんだけど、最初は推しだったけどちょっと落ち着いちゃったみたいな感じだったのね。で鳥取県にそのジュジュが好きな友達がいて、で毎回はそのこと言ってたんだけど、鳥取って、まあ、山陰地方と言われてますけど、雪がすごい降るんですよ2月で。そのもうすごい、ものすごい降っちゃったら東京に来れない、もう便がないから。でそうなった時に、まあ、東京ドーム公演行きたいけどチケットがもったいなくなっちゃうから、そうなったらもう私に行ってほしいみたいな。だからもうその雪の日要員みたいな感じで、2月17日は開けといてねって言われてたの。で、まあ、もしそうなっちゃったとしても、まあジュジュのコンサートだから、まあそうね、だいたい1万円ぐらいなんですよ。だし、まあ別に突然の出費としてもまあまあいけるかなと思って、もう全然開けてる分にはいいよって言って、そんなっていうスケジュール開けてたわけですよ。そしたらまあその17日のちょい前ぐらいに友達から天気予報大丈夫そうだから行けるわみたいな LINE 来て、およかったねって言ったら、何時何時に何時何時の便で行くからみたいな説明しだして、うんと思って、そうなんだみたいな、別にそれは自由だよみたいな思ってたら、え、あれチケット 3枚取ってるけどみたいな、えって思って、え、だって私雪の日に行くための人員だよねみたいな、え、違うよ、もうチケット取ってあるから行くんだよみんなでみたいな感じで言われて、えってなって、で LINE をめちゃめちゃ見返したのよ、そのやり取りした時の。したら普通に取っとくねチケットみたいな入ってて、だから私の勘違いだったわけうわーと思って、うわごめんみたいな、私が勘違いしてたんだわ。でも友達も優しいから、いや私も勘違いしてたかもごめんみたいな。でそう、その子ともう一人鳥取から二人で来るんだけど、だからその三人でね行くことになって、遠いからさ、そのグッズ昼からもう売り出すんだけど、ちょっと並んでてほしいみたいな。でその勘違いのこともあったし、もうチケット代はいいからグッズ並んでてよみたいな言われて、いやまあ別にチケット代は払うけど全然いいよグッズ並ぶのもって、私近いし会場って言って、一人でね先に会場に東京ドームに行ってグッズに並んでたんですよ。もうね12時からだったんだけど、販売がめちゃめちゃ人いて、
ちょっと舐めてた。あのいつもねグッズはあの販売スタートの時間から行ったことなかったの。だからこんなにいるのみたいな、もう会場の半分ぐらいの人いないみたいなぐらい。それは大げさかもしれないけど、そんぐらい本当にいて、なんだろうな、もう溢れ返ってて、だからもう長蛇の列ですよ。でそれもう列ももう1列じゃもう収まんないから、うねうねしてね、もちろんあので、4列ぐらいになって、横4列ぐらいになってこうどんどん進んでいくわけで、あのお連れ様とかいる方もいるけど、その4列でもう詰めてくださいみたいな、長くなっちゃうから列が、でやってたら、なんかああいう列ってさ、こう、まあ、お客さんのそのモラルに任せてる部分あるじゃん。なんか、なんて言ったらいいんだろう。4列で、どんどん進んではいくんだけど、ちょっと抜かしたり抜かされたりみたいな。ちょっとぐちゃぐちゃってなるみたいな。なんか、それがあって、ちょいちょいあって、で、ちょいちょい抜かされて、なんなんとか思いながら、ちゃんと真面目に並んでるのにとか思いながら、一人で並んでて、ああ、なんかこんな感じなんだな、推しってすごいなって。思ったりとかしてたら、横パッて見たらさ、あのジュジュがいるのよ。えっ？ってなるじゃん。いや本物じゃないんだけどね、あのジュジュコスしてる人がいたんですよ。でももう本当にあの遠巻きから見たら、あのマジであのハットかぶってロングヘアのこのパーマ、ゆるいパーマかけて、あの網タイツ履いて、ミラクルヒカルさん。マジでそう。そう。ジュジュかミラクルヒカルかどっちかみたいな。で、あの、ピンヒールですよ。履いてさ、めちゃくちゃかっこいいの。で、なんかその後ろに並んでた、あの、女の人とかも、なんか一緒に写真撮ってほしいぐらいだよね、みたいな。こそこそ言ってて、うん、確かに、と思いながら。その人に癒されて、ちょっとそのイライラがね。あのジュジュによってね、ジュジュコスしてる人によってちょ癒されつつ、なんとか変えてグッズをその頼まれてたやつと、あと、まあ、私もちょっと買ったんですけど、なんか毎回あのジュジュさんはですね、あの七味を出すんですよ。毎回あのブレンドが違うんですけど、味ので、今回はその生姜入り、生姜テイストの七味唐辛子を出してて、それを買って、で友達と合流できて、でその本編が始まるのが、ライブが始まるのが5時からだったの、夕方ので、友達と合流したのがまあ2時ぐらいかな、そう2時ぐらいだったのね。でさすがにお腹空いてるし、ご飯でも食べ行くかってなって、あの近くのね、その東京ドームの周辺にあるご飯屋さんを調べ行ったんだけど、もう全然入れない。みんなあのジュジュ見に来た人が占領してて、もうどこにも入れない。本当に混んでてパンパンで、やばいなって言って。でさ、2人は鳥取から来てるわけじゃん。これ私がサポートしないとと思って。変な使命感生まれ、ちょっと検索するわっつって検索して、あサイゼとかあるよっつって、微妙な顔してるわけよ友達は。サイゼかみたいな、やばいやばい、どうしようどうしよう、いやマックもあるけどみたいな感じで見たら、だって近くにあるのがそういうのなんだもん、日高屋さんとかさ。もう言うのもやめたけどそれ。でなんかないかなって探したら、ちょっとだけ歩いたところに、ちょっとなんだろうな、個人経営みたいな感じのレストランが3軒ぐらい並んでるみたいな一角が あったから、あもうここ行くしかないと思って、ここ行こうっつって行って、であの目当てのイタリア料理屋さんみたいなのが閉まってたのよ。行ったら、うわ最悪と思って、でもうちょっとだけ歩いたら、その並びのねお店でカレー屋さんが開いてたの。あよかった
と思って、もうさ、ちょうどなんか2時ってさ、ランチ終わった時間じゃん。なんかそういうのもあって空いてなくて、もうそこはそのカレー屋さんはもうずっとオールオープンみたいな感じで、うわ助かったと思って扉開けたら満席なわけよ、そこも終わったと思ってあ、もうこれ食べる場所ないわって思ってたら、そのちょっと広めの席に座ってたカップルの人が、あの席譲ってくれて、奥の方のあの2人席に移動してくれて、ありがとうございますって言って、もうようやくねそこで事なきを得たんですけど、いらっしゃいませみたいな、その現地のカレーのね、そのネパールの方かな、店員さんがあの最初出てきてくれて、ここどうぞみたいな感じで、よかったつって、これランチメニューですって言って置いてくれて、ありがとうございますって、あでもランチメニューまだこの時間やってるんだねって言いながら、あの、ね、メニューを私取ろうとしたら、他のね店員さんがね、その私がちょっと持ち上げたメニューをパッて取り上げて、軽く説明しますねっていきなりえっ、ー、と思って、え私今持ってたよねそのメニューと思って、すごいもう俊敏なわけ、俊敏にパッて取り上げてさ、はもうなんなんマジでと思って、こんな何踏んだり蹴ったりやだ、このもう今日やだみたいなで店員さんが全部説明して出すわけよ、そこに載ってるメニューを。まずあのカレーは 3つ種類がセットがあってみたいな、ハーフ&ハーフとみたいな、でこれはあのチキンカレーのセットでみたいな、であの裏面見てくださいみたいな、で裏面はあのこのチキンセットみたいなのがあります、タンドリーチキンとのセットもありますみたいな、チキンはとっても柔らかくて美味しいですうちはみたいな、あの他のお店はちゃんとあのナイフとフォークないと切れないですけど、うちはあの全然フォークだけで切れちゃうねみたいな、はぁで今何時ですか、2時になりましたかみたいな言われて、あ今3時ですって言って、3時ですね、じゃあこちらのこちら何1枚無料になってます、あの4時までですって言って、この2時間何1人1枚無料になってますすごい言ってくるのああそうなんですか、つって友達もお得だねみたいな感じで、でこちらあのドリンクもセットになっておりますので、ラッシーも選べます、ラッシーはですねディナーの時は650円いたしますみたいな感じで全然軽くじゃないじゃんと思ってめちゃめちゃ説明するやんって、でまあ結果ねなんなんって思ったんだけど、なんだけにね思ったんだけど面白くない、 いやおもろいやろ、おもろいやろ、なんなんだよマジで、本当にその取り上げた時はなんだけに、もういっぱい言うけどでもまあ蓋を開けたらいい店員さんだったんですよ、そのすごい説明してくれて分かりやすかったし、でもうカレーも美味しかったし、すごいお腹いっぱいになって、まあ、会場に戻って、でゲートをねくぐったら、なんとですね全員になんとですね全員にあの LED のリストバンド配られるのよ、あの照明さんが操作、照明さんじゃないのか、あの操作してもう色変えられるやつね、会場全体その色に染めれるっていうリストバンド全員分配られて、でしかもそれはあのもうライブ終わってもあの白色にだけは点灯しますよみたいな、めっちゃいいじゃんみたいな、これえグッズいらないじゃんみたいなあのグッズいらないぐらいすごいちゃんとしてるやつやんと思ってテンション上がったわけ、ありがとうございますっつってでね席あの友達が連れてってくれて、こっちだっつってアリーナ席だからみたいな、あそこアリーナかって言って、でアリーナ行ったらさ円卓がいっぱいあんのよあの結婚式でよく見るような丸いテーブルですよ、8人掛けの、えってなってここだよみたいな、円卓の席なのよ、でもあの、まあ、よく大きいライブ会場ってアリーナって言われるとっても見やすい席があるじゃないですか、そこに円卓がバババババババっていっぱいあるの、
でその周りを囲んで普通のあのパイプ椅子の席ガーってあるみたいな。でまあ2階席3階席ってバーってなるんだけど、ここみたいな。でその円卓の上見たら手紙が置いてあるわけ、ジュジュからの。やばくない？名前書いてあるんだよ、直筆。と思ってえ、名前、え、しかも、え、この字の漢字絶対ジュジュじゃんみたいなそう、ちょっと癖のある字を書かれるんですよ、ジュジュはね。その字で書いてあるからもうテンション爆上がり。それでで中見て、中の手紙もちゃんと直筆で書いてて、いやすごすぎないこれ。でさらにお土産みたいな感じで、あの一人ずつね、なんかケーキの箱みたいなのが置いてあって、その中にあの、まあ、スナックジュジュっていうタイトルのあのライブだったんですね。であのその昭和歌謡の曲をたくさん歌ってくれるんだけど、そのお土産はあのお家でねスナックセットみたいな風になってて、タンブラーとあとおつまみのポップコーンが入ってて、でマドラーも可愛いの入っててみたいな。マジでグッズいらない本当に本当にもうこれ売り物っていうか、な、何売ってなかったけど、え、いいんですかってなるじゃん。でそれが本当に一人一個ずつあるわけよ。だしドリンクも一杯無料で飲めますみたいなチケットあって、でその円卓の周りをね、その野球場でよく見るあのビールのお姉さんいるじゃん、あの人たちが駆け巡ってるわけよ。でいろんな種類のお姉さんがいて、まあ、その好みのねお酒を持ったお姉さんを捕まえに行くんだけど、それも楽しかったし、もうなんなら2杯飲んじゃったよね追加ドリンクしましたよ。あのドリンク1杯無料のやつプラス自分であの、各杯のお姉さん捕まえて。各杯のお姉さん超人気だったな、めっちゃ忙しそうだった、うん。でもう準備万端でドリンクあの2つね目の前に置いてセッティングしてライブ始まってさ、最高だったね本当。でゲストもいるわけ、ジュジュだけじゃなく3人もゲスト来て、小田和正さん、鈴木雅之さん、のっこさん、すごすぎない？歌番組じゃんでなんかみんなもう往年のあの名曲を歌ってくれるわけですよ。いやーもうこれは本当に今日死んでもいいかもしれないと思ったぐらい待ってくれよって横から言われた。いやもう本当にそのぐらい良かったんですよ。良かったし、もう最後やっぱジュジュの曲で締めて、もうやっぱ最初はさ、ママとしてさ歌ってるんだけど、アンコールではジュジュが来てくれるのよ。でそれも良かったし、その演出も良かったし、いやキャラはちょっと違うかな、うん、ママの方がやっぱママですね。ママはママなんだけど、それもね自分であの墓穴掘るような感じのトークとかも面白かったんだけど、うん。で、まあ、みんな気づいたと思うんですけど、もうね豪華すぎるんですよ今までの話。最初私、まあ、1万円ぐらいだしなって言ってたと思うんだけど、友達にね、まあ、聞くわけじゃないですか、これチケットいくらなんですかって敬語ですよ。そしたら犬種がね、まず犬種、あの県の名前、席の名前がね、ビップアリーナテーブル席っていう名前なのよこんなん1万円なわけないじゃん。なんとですね、お値段33,000円。横で夫が勘弁してよとまあ高い、正直高いとは思う、高いとは思うけども、満足しちゃったから、これはもうしょうがないよ。こんなおもてなしされちゃってね。いやーでもいい一日でしたね。うん、そうなんですよ、ライブづいてる夫婦だなって思って
行ったしね、ドームね、あのこのキングヌーって行ってたしね、川島さん。で次の日は生配信見ちゃうし。まあでもね、実はですね、我々今年の5月末にレッチリのね東京ドーム公演当選しまして、はい、大変だねこれ SS 席、その当選した席、そのこれもね、ほんと席の数が、席の種類たくさんあるんですけど、なんと SS 席に当選したと川島さんから言われ、SS 席S2 つ、え、なんと2万3000円ということで、一人、いやもちろん一人の家計が火の車です、本当に一番高い席15万、そう、一番高い席は15万、レッドホットチリペッパーズ、やばいよね、ガチガチのボチバチボチバチボコのファンでしょそれ買うのすごすぎるよね。あとあれか、今日本のチケット安いって言ってる海外の人が買ってるのかもしれないけどちょっとそれびっくりだよね。さすがにそれは何、抽選する時の候補にも入れなかったよね。うん、入れるか死んじゃうもし間違いで当選でもしたらね、公演打てなくなっちゃうから、はい、そんなコピティスが酔いつぶれる前日ターンお送りしました。はい、まあ忙しかったし疲れてたから酔っちゃったのかな、そんな感じですかね。でも楽しかったです、はい、また行きたいな。ではここで一曲お送りしましょう。本日のラストナンバーです。寝れない部屋フューチャリングあゆで、狂っても恋のテーマ。お送りした曲は寝れない部屋フューチャリングあゆで、狂っても恋のテーマでした。寝れない部屋のラジオ、寝れない部屋のラジオ、この番組は以上スポンサーゼロでお送りしました。YouTube にてお送りしてきました寝れない部屋のラジオ、エンディングのお時間です。久しぶりに話しましたね一回空いただけだけど、ちょっと久しぶりな感じがしただな。毎週やってるだけありますね。うん、ちゃんと喋ってたかな、うまく、どうかなおい、え、何なっつった今、もう一回言って俺よりうまく喋れたかどうかは分からないけどねって言ってますはい、下手くそなモノマネでお送りしましたけども今、まあダイエット企画も始まったということで、さっきそう、オープニング撮り終わった後にちょっとレックボタン停止してた時にね、私目の前のお菓子をバリバリ食べてましたね本当にこいつはダイエットする気があるのかどうかっていう、
もう9時以降はもう食べないこと決めた我。そういうダイエット法もあるよね確か。そう、もうちょっと夜食べるのは罪だなと思って、もうこの後ラーメン行くって言われた。マジで邪魔してくるやん隣から。でもこんなとこ、こんな近くにできんの、どうしよう。そうラーメンもね我慢しなきゃいけないのやだな。我慢せずにダイエットできないもんかね。ん？運動ね。いやでも本当に筋肉ないとやっぱりね見た目が良くない。もうたるんでくるから運動しますよ。運動して9時以降は食べず働きっていう感じで水分いっぱい取り、まあまず最初の作戦はそんな感じですかね。うん、頑張ります。ちょっとずつ着実に、はい。ではここで寝れない部屋からのお知らせです。次回公演狂っても来い、今年の5月2日木曜日から5月5日日曜日にかけて下北沢オフオフシアターにて上演します。さらに12月にも下北沢オフオフシアターにて新作公演を上演いたします。劇団ホームページでは過去作品の上演台本販売中です。全公演分あります。前回公演バットバットウルトラのグッズもあります。劇団員制作スタッフはオールウェイズ募集中です。そしてチャンネル登録高評価をお願いします。そして今週の川島コンペ頑張ります &FF7 リバース早くコンペというのはコンクールみたいな、その脚本のねあるんですけど、それに向けて今書いてるらしくって、はい、楽しみですね。そのこれもあるし寝れない部屋のね狂っても声も書かなきゃいけないし、もう大忙しですよ本当に。今ゲームしてるけどね横で、まあ今はいいよ、うん、そうですね。ファイナルファンタジー7リバースもうすぐですね、29日発売。まあこれはあと4日じゃん。え、それでコンペとかも頑張るの？大丈夫やらずにいられる？いられなさそうだな大丈夫かな。やるために書く、あ、ご褒美ね、ご褒美としてやるために書くと。その言葉覚えておきます。本当にそうなのか、はい、では最後に番組のメールアドレスを紹介しておきましょう。番組への感想、お悩み、劇団への求人問い合わせなど、すべてのメールは寝れない部屋 @gmail.com nerenaihea@gmail.com です。アットマーク前は劇団名をローマ字で書いてゴリゴリのフリーアドレスでやらせてもらってます。なお寝れない部屋のホームページではどんなメールを募集しているのか一覧を掲載しているので、ぜひそちらをご覧ください。またもし感想を X でつぶやく際はハッシュタグ寝れない部屋のラジオをつけてポストしてください。はい、いやできるかな、ちょっとダイエットできるかな。あ、でもさ、川島さんもするんでしょ。うん、深くうなずいたけどさ、じゃあ一緒に頑張ろうすごい、なんで、もう不安でしかない。でも罰ゲーム、そうだ罰ゲームね考えられちゃうから、次の時にでも言うのかな、わかんないけど、はあ、99回までにはじゃないや、毎回か、毎回あんのか罰ゲーム、毎回辛いな。まあでも頑張ります。はい、それにもよるけど、うん、ということで寝れない部屋のラジオ、ここまでのお相手は寝れない部屋共同主催のコピテウスでした。おやすみなさい。